よし。こんなとこか。賭博弾はいらないね。まずはケチャーチャー。どこにいるのかな。次いいのかな。24ぐらいにいそうやけど。あー、大輔さんこんばんは。昨日ありがとうね。非常に助かりました。チャットいっぱい打ってくれてね。どうでしたか、私さんの配信は。楽しかったですけどね。早速来とるな。きつっ。ケチャーチャー落ちてる。いいよ。危ない。自分は、あ、ほんとですか、そんなら良かったですよ。大体ね、あんな感じでやってますのでね。結構マイナーのゲームなんで、あまり人来ないんですけど。やってみると思いのほか楽しいんでね。ぜひまた来ていただければと思います。痛い。やばい。あ、そういうあれだったな。またあれやったな。こいつが移動したらちょっと、配信ソフトね、DS の配信ソフトをちょっと設定変えますんで、多少変な画面映りますけどね、気にしないでください。週末は何して過ごしたんですかね、大輔さんは。あれボタン壊れて、あ、そうなの。どうしたの、それで修理出した。やばいやばい。回復をお願い。あ、大丈夫。そう。修理するより、ダダルフの方は安いのか。そんなことないか。
なかなかきついのがハンクスですから。引っかかれてるね。どこに行くのか。あ、シェイさんこんばんは。どうした？グレーっとしてるか。村クエはね、やってますね。星6かな？こうなるぞ。もう吹っ飛んでる。今日はね、もう寝るんだから。明日早いやろ。就活どうなってんねん。死んでもいいぞ、お前。こいつ。はいよ。速射のカレンダーを全部入れてる。あ、ちょっと、そうなの。じゃあいいね。のんびりでいるな。今日は忙しかったんだけどね。違うか？アルバイト。日曜日アルバイト。早っ。一発撃っただけで。ウイルス状態克服。あ、またやっちゃった、こっちゃん。これ飲んでなかった。2を目指してね、やっていこうかなと思ってますよ。あんま属性なんだから関係ないんだっけ、この共有か克服状態。バイトしてからスマホプランの、ああ、なんで？グレードアップしたの？ウルダンで A に使いたいな。止めちゃおうか。収録部屋から帰るときにね、あ、キルバンさんこんばんは。ようこそいらっしゃいました。私さんのね、その収録部屋収録部屋の方にね、パソコンのあの充電器、ノートパソコンの充電器忘れてきちゃった。今日私さんにね、取ってきてもらいました。非常に申し訳ないことをしましたね。日曜日にね、お家から街中までチャリでぐっと出て、風が強い中ね、
かなり振動もしたらしいですけど、車で食えばいいのに。4G ですね。あ、やってらっしゃるんですか。参加型はね、まだしばらくちょっとやらない予定なんですけど、私のからメールが来たのかな。運動になりましたということです。ギルドカードだけはね、皆さんのね、ギルドカードちょっといただいている状態ですね。なんで、もしね、準備できるようでしたら、ギルドカードね、ギルドカードくれ、おじさん活動してますが、いただければね、フラットハンターの方で、活躍していただけますので。よし。さあ、レイヤさん。まあ、下位上位はね、一人でやんないと、あれかなっていうのがあるんで。お強い皆さんにね、モンスターボコボコに倒されちゃうと、おっちゃんやって意味なくなっちゃうんで。ギルドクエストとかですかね。そういうのやるときに皆さんにお手伝いいただく感じになるかもしれないですが。スタートやったときは、ハンターランク1のわしになんてことを。私さん見てるみたいですね。私さんありがとうございました、今日は。助かりました、非常に。このおかげで配信ができております。ポン。久しぶりの通常さん。これ終わったらぐらいでいいですかね。もちろん後でも行っておければ。たまには自転車も可愛い。だったけな。はい、そう。アルファロメオのチャリですね。ああ、いや。最近、おっちゃんのライブ配信を見てる途中で。あ、そう。みんな言うけどな、それ。なんでやろうね。なんでやなんですか。そんなにわしの話はねえぐらいで。やってしまった。ブナハブラですら、ちゃんと形を残したまま死んだのに。この程度の攻撃で、一撃死。さすがに痛いな。全員捕獲ちゃうやろな、もしかして。しないわね、小樽爆弾あるけど。倒すんだよね、これ。終了って書いてある。動くか。前回のね、モンハン 4G 配信の動画にもコメントがちょっとついてたんですけど、いつまでこの装備でやるんやと。言われてしまいました。おっちゃんもね、ちょっとね、どうしたもんかなと思って、ここまでやってきちゃってるんでね、完全にもう作ってすぐ装備みたいなことやってりゃよかったんだけど、全然ね、装備するタイミングを逃してしまって、どうしましょうって感じだな。まあもう限界が来たらっていう感じになるんでしょう。どうしようかな、マジで。早くあれを、
対比距離装備作りたい、作りたいんじゃなくても作ってあるんで装備したいんですけどねああ。ここにやれ、レイヤー限界のゾーンに超えているしゃがるながら初期装備二強化初期装備で倒したのがよかったかな。もうあれでよかったような気がするんだけどね。上行くまでこれなんちゃうかなと思ってますね無駄に PS3 でモンハントライ。プレイステーション3何モンハントライでいいの。厚みに運動のコンテンツが、あのバーチャルコンソールみたいな。あ、ジュースさんこんばんは。ようこそいらっしゃいました。今日はね、モンハン 4G 配信ですね。ドラクエとね、集会所のクエスト交互にね、やってこようかなと思ってますよ。今日進めすぎちゃったのかな。港のクエストモンタランク一応2にしときたい。ずっとこいつらこんな感じで出るんだろうか。投入化した状態で普通の状態出ないのか。あ、疲れております。レイヤさんはね、水上弾にめちゃくちゃ弱いんで。非常に戦いやすい。どちらに行くのかな。巣に戻ったぞと思ったら何かを食事に来てるな。これはギルドアンさんはすぐギルドカード用意できますか。まあ、急がなくてもいいんだよね。DS つけたでっていうぐらいのタイミングを教えてくれると。あれ？逆へ行っていた。ああ、最悪だ。もう食事終わってんだ、これ。何しに来た。そしてなんか待ち伏せてこれから来るので了解です。いつでもいいですよ。ゆっくり入ってきてください。なんか最近また気温冷え出したんでね、軽くかないようにゆっくり温まってきてください。シェアさんお風呂入ったかな。もう布団入ってるってことあれか。もう寝る準備万端なのか。ふっとした。皆さんの中でね、ギルドカード、おっちゃんにあげてもいいでっていう人がいた。やばいです。いらっしゃいましたら、お声がけくださいね。
非常に喜びます。弾壊れてねえな。速度が容易並みに上がってんのか。体力も増えてんのかな、こいつ。声が全然違う、早回しの声。死んでしまったが、まあいいや。高難度クエなんだね。一応クエできればもういいや。あ、ゴルフさんこんばんは。のか非耐性で、非耐性銃でこれだからね。やはり早いな、動きが全然。通常のレイヤーよりも20% ぐらい速くなってる。体感 1.5 倍ぐらいになってる。動けないね。危ない。いや、右足。ダメだな。罠仕掛けると壊れる。
どうなんだろう。この間壊れたな。もう地盤が下がってるのか大丈夫か。仕掛けちゃおう。どこにいるかわからん。いました。竿を入れ。はい、終わりました。いや、あれ。なかなかいい。このクエでそりゃクリアできちゃうから、初期装備で行っていいんちゃうかなと思っちゃうな。ノリのダメージってどれぐらい半だろう。それが知りたい。積極的に狙った方がいいのか。必ず1回は入るから。ボウガンと剣士でどれぐらい違うのかもしれない、知りたいな。